馬橋駅、馬橋駅は、千葉県松戸市橋にある、東日本旅客鉄道、JR 東日本、流鉄の駅である。旅客線は、JR 東日本の常磐線と、流鉄の流れ山線が乗り入れ、接続駅となっている。JR 東日本の駅には、常磐線の観光線を走る常磐線各駅停車のみが停車する。JR 東日本の駅には、 JL24、流鉄の駅には、RN1 の駅番号がそれぞれ付与されている。この他に、JR 東日本の駅からは、貨物列車専用の武蔵野線支線、馬橋支線が分岐している。この支線は、常磐線の快速線から分岐しており、同様に、北小金駅付近から分岐する武蔵野線支線、北小支線との合流箇所を含めて、馬橋駅構内となっている。 なお、当駅の所属線は常磐線である。JR と流鉄は別改札である。JR 駅舎の真下にある出入口は東口である。京城駅舎と湖線橋により改札外でつながる。東西の出入口は、どちらの会社線に乗降する際も使えるが、切符売り場と改札口が両者別である。両者間に連絡改札口は存在しないため、 乗り換えの際は一度改札外に出なければならない。駅名には JR 東日本のロゴしかないが、流山線階段上には流山線と表記された案内標識がある。どっちの出入り口も JR 管理区域に入るためと思われる。古線橋と西口歩道橋の境目部分の流山線階段上にスピーカーが設置されているが、これは JR のもので。 JR 線の遅延案内放送に使われる。JR 東日本ステーションサービスが受託する業務委託駅である。観光船のみに島式ホーム一面二線を持つ地上駅で京城駅舎を有する。自動改札機が設置されている。販売か,かりん配置の緑の窓口は2006年5月25日に廃止され、代わりに指定席券売機で、 指定券や長距離乗車券類の発売を行っている。駅舎内にトイレエスカレーター、エレベーター、待合室がある。流鉄のホームから階段が伸び、JR 京上駅舎を結ぶ、古戦橋につながるが、これは1971年の常磐線、復々線改善に、常磐線下り線と、総武流山電鉄、当時がホームを共用していた名残である。 現在この古戦橋は改札外通路である。古戦橋は、流鉄海岸上あたりでそのまま専用の歩道橋、西口とつながり、駅西側を流れる、新坂川を越えた場所に出られる。発車メロディは、オカリナ奏者、宗次郎の楽曲、四季から愛しき子供たちへのアレンジ曲が使用されて、いたが、著作権上の理由で2005年3月7日をもって、別の曲に変更された。 この曲は JR 東日本の発車メロディの中でも特に暗いイメージがあり過去に松戸駅、新松戸駅、柏駅などでも使われていたが今ではこの曲を使用する駅はない現在の発車メロディは1番線はせせらぎ2番線は春トレモロバージョンであるただし常磐観光線で駆け込み乗車を減らす有効性を確認する実験のため 2018年8月1日より発車促進メロディーを導入し、当駅の発車メロディーの使用を停止している。島式ホーム一面二線を持つ地上駅。ホーム上に自動券売機、改札口、駅事務室、券売、出札窓口、待合室、改札内があり、流れ山方のホーム先にトイレがある。発車ベルは東京近郊の鉄道としては、 数少ない、じりじりとなる電磁タイプを使用している。装置は、流山線入り口付近にある。音量が大きい。待合室内には、かつて総武流山電鉄、流鉄時代に活躍していた車両の写真が、飾られている。また、交差によりには、流山市の観光案内図が設置されている。当駅では、臨時車扱い貨物のみを取り扱っており、 定期貨物列車の発着はない。稀に発着する臨時貨物列車は、流鉄の新車を搬入する車両輸送列車である。常磐線の複々線化までは、貨物の取り扱いが行われていた。JR 東日本及び千葉県東経年間によると、近年の1日の平均乗車人員の推移は以下の通りである。駅開業時の地平駅舎は東側にあり、 現在の東口側は、駅開業以来の古い商店街が存在する。間の宿があった旧三都街道にもほど近い市街地である。それと対照的に、駅西側は、西口出口開設後の住宅街である。西口出口は、新坂川を渡る歩道橋にのみつながっていて、川向こうに、西口広場や駅前駐輪場がある。どちらも、徒歩十分以内は、おおむね住宅地であり、商店や、 スーパーマーケットなどが点在する。また1990年代より、中層のマンションが目立つようになった。駅南西には、北松戸工業団地の北端部がある。2011年5月6日、西口に建設された駅ビル、馬橋ステーションモールが開業した。駅東口側は、バス乗り場が駅前ロータリーにないため、駅を出てから多少距離がある。バス路線は、 南北方向の鉄道線に対して、東西方向に伸びており、松戸市八ヶ崎、西、馬橋、朝日町、栄町西などからの連絡を担う。駅東口構内、駅前広場には乗り入れず、2012年2月16日より、旧、馬橋坂下停留所前の松戸市役所、馬橋支所跡地がバス発着所となった。 駅出口から370メートル離れているが、トイレやベンチ、雨よけ、テレビ付きの乗務員休憩室など、移転前にはなかった施設を揃え、なおかつバス転行場としたため駅方面行きの経路短縮を行っている。西口とつながる歩道橋の出入り口前にある広場内に乗り場がある。改札口から徒歩1分程度。新経性バスが四方面乗り入れていたが、 1970年代以降、交通事情や周辺環境の変化により廃止されたり、他路線への振り替えがなされている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。